はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪メダルドリーム01天国地獄回せドリームルーレットです。はい、こちらをですね、はい、ワールドホビーフェアに行って、はい、ですね、妖怪ウォッチ3のゲームをやったり、はい、妖怪地ドリームを体験したり、はい、することで、試供品をいただいてきましたね。はい、全部で4パック、これね、それぞれ1枚ずつ入ってるんですが、はい、それ以外にですね、実はもう2パック開けておりまして、この2つのメダルが出ております。はい、一つがリュウ君で、もう一つがワルニャンですね。はい、それでワルニャンはなんとホロでございましたね、これね、はい、キラキラしておりますけれども、で、ノーマルのリュウ君もちょっとね、ラメ入ってるね。はい、ちょっと若干キラキラしてるんだよね、うん、これはね。だからノーマルのメダルも今回ちょっとゴージャスなのかな。うん、ちょっとね、カジノのチップみたいなデザインになっております。はい、これはですね、まだ妖怪ウォッチドリームでないと聞くことができませんね。はい、一回試してみようか。はい、では一応ワルニャン行ってますね。うん、一応行ってみましょう。はい、そうだね、やっぱりね、やっぱりなりません、これは。ではヤシン君、記念すべき1パック目お願いします。はい、記念すべき1パック目、はい、お、黄色い、バクロバー、バクロバー。では2パック目いきます。2パック目、お、プリティ、お、ノガッパ、ノガッパですね。あ、寿司が映ってる。おお、これもノーマルだ。はい、3パック目、はい、3パック目もプリティ。お、これはコマさん、ホロだね、これは。うん、ホロ、やった、やった、完全にキラキラしております。うん、コマさん来た。はい、最後の4パック目、ね、あ、また黄色いメダル、花保人、花保人だね。はい、最初に出たメダルがこちらのバクロバーですね。はい、はい、黄色いメダルでちょっとラメが入っております。はい、若干ね。次に出たのがこちらのノガッパですね。はい、お寿司とかなんかいろいろ描かれてるね。うん、次に出たのがコマさんですね。はい、これキラキラしております。うん、これスイーツがあるね、スイーツ出てる、うん、とかこれパフェだね、パフェ。うん、コマさんね、ソフトクリーム大好きだから。そうかそうかそうか。最後に出たのが花保人。そうだね、花保人ですね。はい、これね、両側にね、指のでっかいこう手がこういうのがある、うん、ほじるからだね。うん、ということでですね、今回は、この妖怪メダルドリームで、はい、6つのメダルをゲットして、はい、まあ、それぞれホロとかノーマル出たわけなんですが、はい、実はこれだけじゃなくてですね、はい、この、妖怪ウォッチドリームを試した時に、このリュウ君だったね、うん、これで見事灼熱化することができまして、うん、それ で、はい、うん、妖怪ドリームくじがしゃぽん、うん、やったんですよ。うん、そしたらなんと、なんと大当たり出ちゃいました。これです。はい、では開けてみましょうか。はい、お願いしますね。はい、パカッと開きました。はい、パカッ、ドゥ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 、はい、出ました、こちらですね。うん、ラストブシニャ、はい、これがなんと当たってしまいました。はい、素晴らしい。はい、なんかね、ワールドホビーフェア中は確率がすごい高かったということなので、はい、我々もちょっと期待はしてたんだけど、うん、本当に当たってしまいました。はい、大変嬉しかったですけどもね。はい、はい、他にもこのくじかしゃぽんでは、はい、この福吉メダルっていう4つ、あとはこのレジェンドの、うん、ラストブシニャンが出るというものですね。はい、ラストブシニャンはこのようなメダルになっております。うん、これはですね、通常のメリケンメダルなのかな。うん、メリケンメダルのレジェンド版みたいな。うん、そう、特にね、 YC チップはね、これ入ってないっぽいんだ。うん、裏見せるとほらチップ入ってないっしょ。うん、これね、 U で読み込めるのかあと、うん、一回ちょっと試してみましょうか。はい、はいはい、じゃあお願いします。はい、なるかな、ドキドキ、妖怪メダルセット、このメダルを使うには更新を頼むぜ。更新ね、更新か、更新すればいいんだ。うん、じゃあこの更新は近々近々来るってことかもしれないね。はい、じゃあそれも楽しみに待ってましょう。はい、ちなみに妖怪メダルドリームは7月16日発売なので、はい、まあ、その前後に更新来るでしょう。はい、うん、楽しみだね。はい、妖怪メダルドリーム自体もうちょっと発売が後だから、はい、これらのメダルを聞くのはもうちょっと後ですね。はい、はいはい、ということで今回は妖怪メダルドリームでした。はい、ということで、こう、はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。はい、実はですね、ワールドホビーフェアが終わって帰ってきてすぐこの動画を撮ってますので、はい、ちょっとね、疲れてます。はい、すいません、
本当にすみません、はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方は、はい、ぜひ高評価ボタンお願いします、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。